はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、久々にワインです。うん。まあ、ワインといえば、ちょうど解禁になりました。ボージョレ・ヌーボー。これずっとボジョレ・ヌーボーだと思ってたら、ボージョレらしいですね。セラビ・ボージョレ・ヌーボーです。アルコール度数12度。容量が 750ml。値段が1000円ぐらいだったかな。で、これね、プラスチックなんですよ。ペットボトルの容器で、なんか安っぽいんですけど。まあ、いっか。うん。原産国名がフランス。ですね。ライトボディと書いてあります。ね。ではでは。飲んでいきましょう。ボージョレ・ヌーボーもさ、何種類かあるよね。それが、なんか何種類もあって、何飲んだらいいのか分かんなかったからさ。とりあえず、適当に買ったんだけど。これでよかった。どうかも分からない。この、ボージョレ・ヌーボーのさ、ほら、結局店によってだいぶ変わってくるからね。で、乾杯。うん。うん。結構、渋みが強いね。うん。あ、でも美味しい。酸味も強いけど、渋みが強い。2013年のボージョレ・ヌーボーの解禁日は、11月の21日の木曜日。この日の0時00分になるまで、ボージョレ・ヌーボーを販売、あるいは消費することは、フランスのワイン法によって禁止されています。なるほどね。こういうことか。うん。ボージョレ・ヌーボーがあまりにも、ここに書いてあるんです。サイトに書いてあるんですが。もともとボージョレ・ヌーボー、あ、ボジョレでもいいのか。ボジョレでもいいみたいですね。ボジョレ・ヌーボーに解禁日などは定められていませんでした。そのため、販売者たちは我先にとボジョレ・ヌーボーの販売開始日をどんどん前倒ししたのですと。どの店よりも早くボジョレ・ヌーボーを売り出せば、それだけお店で買うお客さんが増えますもんね。しかし、あまりにも競争が熱化したため、ワインの醸造が終わらないうちに販売を開始する店が出てきてしまいました。そう、当然それではボジョレ・ヌーボー全体の質が落ちてしまいます。そこで解禁日を設け、その日まではボジョレ・ヌーボー販売、消費を禁止することにしたと。なるほどね。さすがフランス。うん。結構、口にね、てか舌にね、この渋みみたいなのが、残りますね。かなり。うん。結構渋い。うん。まあでも、今まで飲んだ中ではこういうのは、なかったんで、逆に結構、うん。あらと。うん。あら、結構。あらら。あら、意外と美味しい。あらと。結構美味しいな。ほんと、店によって腐るほどボジョレ・ヌーボーあるじゃん。意味がわからんよね。ワイン知らん人間からすると、全く意味がわからん。意味不明。
ちなみに俺が買ったのは、山屋という酒屋ですね。で、こちら買いました。でも、俺ちなみに、このボジョレ・ヌーボー自体、初ですね。今まで大体ワインに興味なかったんだけど。意外と、まあ、去年はなんかすげえまずかったらしいっていう話は聞いたんですけど。つまみは、キャラメルコーンの卵プリン味です。結構渋い。何度も言うけど。あらら。これはやっぱり、ね。渋いからこそ、これやっぱ、料理とかではなく、そのまま、飲んだ方がうまいんじゃないか。多分ね。料理、の時に、まあ、食中にね、飲むんじゃなくて、そうですね。普通に特に何もない時にこう飲んだ方が美味しい。結構美味しい。まあ、まあいいんじゃね。この渋みがちょっといいアクセントになってるね。ただ、甘くはないです。全然。甘さはない。ただ、ライトっていうのは、まあ、ライトボディっていうのは、まあ、なんとなくわかるんだけど。美味しいですね。今まで飲んできたワイン。でもこれは、個人的には、かなりうまい部類です。結構グイグイいけちゃいますね。渋いんだけど、やっぱりそれが逆にいいかなって。まあなんだけど、
ちょっと今、あまりにもちょっと、ボジョレ・ヌーボーのあれが種類が多すぎて、ね。これがうまいやつなのか、まずいやつなのかっていうのが全くわからない。うん。そもそもなんで同じやつなのに、ボジョレって名前なのに、そんなにいっぱい種類があるのかが全くわからない。って何なんでしょうか。うん。うん。うん、でも、うまいですね。ボジョレー。ウィキペディアですが、あ、そういうことなの？フランスの、ボジョレー地方っていうとこなんですか？フランス南東部リヨンの北に位置する土地で。へー、なんだ。あれか。場所かよ。ボジョレーって。なんだよ、ボジョレーって、場所かよ。今まで全然知らなかった。何がボジョレ・ヌーボーなんかなって意味がわかんないで。なんだ、あれか、ボルドーさんとかそういうパターンか。ボジョレーさんってことか。俺、フランスだとボルドー。やっぱワインだとこれボルドーだったっけ。ボルドーさん？うん。なるほどね。なの、じゃあ基本的にまあ味は変わんねえんじゃねえの？大体。まああと熟成期間か。ね。あれ2013年が今年なんだよな。2012年、去年ですね、の、評価が、よく熟すことができて健全。かっこ、天候不順で史上最悪の収穫量のため、供給量が、なんとか圧迫することが心配される。ああ。ボジョレ史上最悪の不作だって。値上がり懸念広がるだって。去年のですね。なるほどね。あらあら。でですね、多分今のところ、一番いい評価のが、2003年ですね。100年に一度の出来って書いてありますね。で、多分、おそらく次が2009年、50年に一度の出来と。あと2010年、2009年と同様の出来だから、同じですね。もう意味不明なんだ、これ。あまりにも評価がひどすぎる。結局、どれが一番いいのかが、まあ、100年に一度の出来だから、2003年がいいと思うんですけど、多分。一体何がいいのかが全然わからない。まあ、少なくとも、2012年が最悪だってことは分かった。まあでも基本的にボジョレーヌーボーは、まあ1000円以下じゃないと俺買わないですね。そういえばこれがあったな。赤玉ワイン。ね。こちら。とちょっと混ぜて飲んでみようかな。
高玉あまりにも甘すぎてな。これは全然うまくないです、赤玉は。やっぱ甘いな。甘いな。てか俺、今までワインって何を飲んできたかもほぼ忘れたんだけど。大丈夫？多分大丈夫じゃないと思うんですけど。多分それの中で一番多分うまいと思うね。このワインは、このボジョレ・ヌーボーは、おそらく、一番今まで飲んできたワインでは、おそらくまず桁が違うというか、次元が若干違う。今まで飲んできたワインっていうのは、口の中に渋みっていうのは残らなかったんですよ。それなぜか。当然渋みっていうのはやっぱり、ね、普通に考えたらほら、渋柿とかあるでしょ。ダメなパターンでしょ。普通。渋さなんて。だがしかし、これ逆に、その渋さが、おっと。あれと。だって口に残るんだもん、渋さっていうか、この酸味というかなんか苦味というかなんか、こう渋々とした、この渋いなんかこの口の中に残る、なんかあるんですよ。それが明らかにある。っていうか、俺基本的に、記憶に残ってるやつはないんですよね。ワインで多分記憶に残ってるのはこの赤玉ワインぐらいじゃない。もうそれ以外今まで飲んできたワインはほぼなかったことになってるぐらいのレベルの記憶力というか、記憶力っていうかそこまでやっぱりうまいっていうのがなかったんだと思うんです。味に記憶がないってことは、それだけまずかったと。というかもう味、記憶に残らないほど、もうしょぼかったか。だとは思うんですね。まあでも唯一、それ以外だろう。でも特徴的なのはほぼないですね。飲んだら、ワインですね。はい。これはワインです。っていうワインしか飲んだことは未だに。まあ、これ以外、この赤玉スイートワイン。これは明らかにちょっと部類が違う。ただ、うまいかまずいか別としてです。これはまずくてちょっと、まずくてっていうか、ちょっとおかしいなっていう意味で、記憶に残ったタイプですね、これは。これは。前にも言いましたけど。これはね、ワインっていうよりも、普通のワインに、砂糖を加えた、レベルの、ワインです。まあ、事実そうなんですよね。事実そうなんですよね、これね。多分ね。確か、作る工程で砂糖を加えてるはずです。これ。うえ。ね。まあでも、逆に、まあ、でもやっぱりほら、
ねえって。何にも記憶に残らない酒なんて、めえと思うでしょ。逆にやっぱ記憶に残るほどまずいか、記憶に残るほどうまい。そのね、そういうのがいいんじゃないのっていう感じですけどね。俺は。もしくは、久保田みたいに、すっげえ期待して、うめえだろうな、プレミアついてるし、高いし、うまいよな、絶対うまいよな、って言って、期待が裏切られた。ドガーッと。ああいうのの味は結構覚えてますね。ほんとろくでもない味。なんじゃこりゃと。図工ですよ。もう FF の。ね、FF1 の死んだ時の図工です。ね。まあこれに関してはまあね。まあでも、ワイン嫌いな人には全然おすすめできるんですけど。これはやっぱ上級者向けでしょ。ワイン上級者向け。これは。今年のヌーボーは、個人的に、まあそもそもヌーボー自体、一回しか飲んだこと、これ初めてなんですけど。まあこれはまだ、うまいんじゃない？多分。逆に去年買っとけばよかったなと思うぐらいですよ。正直。あんだけまずいまずい言われて。最悪の出来とかね。言われたわけですけど。ね。ということで。まあ、そうですね。まあこんなもんかな。はい。コクが四つ星。コクはありますね。もう舌に残るぐらいの。まあ、それは別ですけど、渋みがあります。甘みはないです。ない。むしろ酸っぱい。香りはまあ、普通でしょう。やっぱり突筆するところといえば、やっぱりこの渋みでしょうね。明らかに舌に残る渋み。おすすめ度が四つ星。これはぜひ飲んでみるべきでしょ。いや、わかんないけど。まあ、今回学んだこととすれば、ボジョレーというのは、産地と。ね、ボルドー産ワインとかと同じ。ね、ボジョレー産ワインだということです。まあ、いつもボジョレー飲んでる人に、ね、だと、もう、俺はもう、こんな普通だよ、このぐらいの味普通だよとかって言われたらもうあれなんで、別にそこまでおすすめしません。五つ星にはしませんが、個人的に結構衝撃を受けたワインですね。今まで飲んできたワインがあまりにもちょっと癖がなさすぎたのかわかんないですけど。これは逆に癖があってこそ、渋みがあってこそのこの良さがあるなと。ちょっとワインにもちょっと目覚めるきっかけになるかもしれない。俺の中の。ね。そんな感じです。それでご視聴ありがとうございました。